by switching on your inner power. Your eyes sparkle with confidence when you know you are working in style. Breeze through a tough day, wearing a look of cool control. Turn all your encounters into opportunities. シード、プラスモード、ワンデイオン、フォービジネス。はい、V さん、今日はどうもよろしくお願いいたします。お願いします。ノンスタイル、井上さんです。今回ちょっとノンスタイルではなく、はい、私オンスタイルの方でやってきまして。オンスタイルです。はい、これをバッチリつけてきたんですけれども、はい、コンタクトを今つけてるんですけど、コンタクトのサイズはバッチリ合ってるんですけど、はい、タスキのサイズが全然合ってないというね。ちょっと不格好な感じですけど。ちょっと、でも福士君がライバル来たなっていう感じ見てますもん。あー、ちょっと手強いなっていう感じ、俺のこと見てますもんね。ちょっとライバル来ちゃいましたね。やっぱこういうコンタクトをつけると、まあ、僕の場合はお芝居ですけど、うん、なんかそういうプライベートとかでもなんか目力が強いといいんじゃないかなと思うので、本当大切なことは目で決まるんじゃないかなと思います。大切なことは目で決まる。素晴らしいですね。かっこいいですね。大切なことは目で決まる。いやちょっとね、大切なことは目で決まる。そうだ、てか今ちょっとそのどんな目なのかのね、福士さんにちょっとまあ福士くんイケメンですからね。もちろんもう外見はそれはもうもちろんかっこよくてイケメンでしょうけども、やっぱ中身の方がどうなんだと。やっぱりその中身では負けてないぞという部分、やっぱり僕は好感度の部分で俺の上なんじゃないかと、やっぱり声を大にして言いたいですね。福士くん今おいくつですか？今21です。21、まあ僕も21の時こんな感じでしたもん。、はい、そうなんです。もう今35ですから。ああ、なるほど。21の時出たら僕も福士君と同じような顔をしてましたし、スタイルしてましたんで。じゃあ井上さんが思うかっこいい人ってどんな方ですか？僕が思うかっこいい人ですか？はい、俺です。福士さん、井上さんかっこいいって豪語してますけど、どうですかね？いや、でも前髪あたりがすごくかっこいいなって思います。前髪ですか？いいバランスで。バランスですね。美容師さんに褒めておきます。美容師さん、とても、まあ、井上さん先ほどからかなり自信がおありのようなので、はい、ちょっとね、この井上さんが思うこのかっこいい男というのをちょっと表現していただきたいなと思うんですけど、いかがでしょう？いいですか？じゃあちょっとスタッフさん持ってきて。かっこいい男ですね。かっこいいとこでしょ。いきます。もうこれですね。もうこれでかなりもういけてるでしょ。さっきのね、新商品のムービーで流れてましたからね。井上さん、はい、ブラインドモって何やってるんですか？何ですか？ブラインドモって何してるんですか？やってるんですよ、まだまだやってるんですよ。こんな言い方失礼ですけどね、福士越えしたなっていう感じで僕は。はい、ちょっと噂でですけど、はい、まあ、次 の, シードさんのイメージキャラクターなら狙ってるって聞いたの、それ本当ですか？そうですね、やっぱり福士君と僕この2人でツートップで今後やっていきたいですよね。まあちょっと井上さん的にこうプレゼンのような感じで、はい、もしかしたら社長のお気持ちが変わるかもしれないので。なるほど。ちょっとじゃあ実際やっていただいてもよろしいでしょうか？新時代スマイルコンタクト。ちなみにスタイルコンタクトですね。ちゃんと見せたいから。福士さんにお手本を見せていただいてもよろしいでしょうか？シャッター降りるかな、福士君がやって。じゃあ、はい。井上さん、こうやってやるんですよ。新時代スタイルコンタクト。かっこよすぎるやろ、おい。なんやこれ。いや、正直、本当にかっこよかった。足音から違うわ、もう。足音から違います。なんや。シャッターの数が違いましたね、やっぱりね。すげえかっこいいやん。